んばんは。今回は7月30日リリースのステラバラードやっていこうと思います。ゲーム見たら、5人対5人の単性バトルで RPG って書いてましたかね。なんかね、マルチプレイができるって書いてあるんで、他の、ユーザーの方とパーティー組んでできるんですかね。ちょっとね、楽しみです。やっていきます。キャラクター結構いるな。弱いものには興味ないわ。君は、まあまあかな。邪悪を封印するのは私の使命です。争いはやめましょう。回復系だね。書いてますね。サポート。魔法は面白いよ。準備完了よ。あとまた戻るんだ、ここで最初。なるほどね。どうしよう、研究。戦うやつがいいのかな。しようか。正義のために。おお、ため技すごい。こういうゲームって回復系がね、もしパーティーでみんなでできるんだったら回復系選ぶ人が少なくて、拳で語り合おうぜ。ただね、火力がないから自分じゃ先に進まないっていう。なんでしょうか、怪我ですか。とりあえず使ってみるか、回復で。私の声聞こえる？この世界は4つの神聖な力によって支配されている。火、水、風、雷。4つの紋章を手に入れると、全ての力を操ることができる。この紋章をめぐり、光明神と暗黒神が争い、32個のかけらに分裂し、大陸の各地に散ってしまった。そして200年前より人々はかけらの力を利用し、文明が発展を遂げた。今でもそのかけらは我々の力の源となっている。しかし暗黒神はこの力を奪い、我々を破滅させようと企んだの。予言で伝えられた紋章の守護者よ、私たちを助けてください。散らばった紋章のかけらを取り戻すために、一緒に戦って困難を乗り越えよう。紋章、噂によると、紋章の水晶。あ、ここは何も呼んではくれないんだね。大丈夫？気分悪そうだけど。ミッション欄をタップするとオートナビにできるよ。なるほどね。はい。講習。ここはもう喋んないんだ。その通り。今回の審査は君らに火炎紋章水晶を探してもらう。おお、ここ喋んないんだね。今が逃げた。さっさとついてこい。あ、自分左見てたけど右だ。レベル2になったってことね。なんかこっち見ちゃうな、いつも。だいたいこっちに左側にキャラクターのレベルをこう表示するのが多いんで、逆だね。悪くはないけどね。レベル3だったらこれもらえるんだね、獲得。スカイマーゲットとか。これは全部自動ですね。クークー。紋章守護者の息遣い。はい。なるほど。手に入った。はい。突破距離を獲得したよ。もうオート参戦しているよ。オート参戦。はい。今度レベル8だよ。お前一体何者だ？早く契約を解除して、息子を返してくれ。さもないと。そうだよね。そうだよ。相手が入れてくれって言ったよ。なことが。まあいい。彼が夢を追うのを応援してやらないと。上がった。もうレベル4だ。電話番号入る。また一人捕まえた。ここしゃべんないんだね。お、お前で4084人目。気をつけて。あいつちょっと普通じゃない。みたいだよね。まだ今のところ。お、戦闘オートでいいかな。ライアンが現れたよ。スキルを一つ選んで攻めよう。はい、強い。えいえい、これはもうオートでいいな。あら、逃げてったよ。勝った？なんだ。俺こそが紋章守護者にふさわしい。次は絶対に負けない。これライアンでしょうね。仲間になるんでしょうね。あ、スキルね。はい。選択許可入る。なるほど。メカ玉をありがとう。どうお礼をしていいかわからないよ。あなたの使い魔になってもいいですか？え、もう一体増えるってことね。ボーナスもあるな。ああ、これはあれだな。ログインボーナス系だな。ガチャ引いて、抽選券がサイコロ回すんじゃないの？ないわ。できない。回数がない。で、これは、飴は何かわかんないけど、まだできる。課金系だね、ここら辺が。これも課金だね。戦力アップ。とりあえず、あるのかな？シリアルコード OK。こう、画面のこのシステムに出てるこのライアンっていうのはこれですね。だからレベル8になったら自分も仲間に入れれますね。しなくていいのはいいね。完全に自動的な。メカ玉もあげたのに、なんで解放してくれないの？散々俺に攻撃されたのに仲間になりたいの？こんなに変な人初めて見た。いいよ、乗った。おめでとう。ライアンを招待できるよ。1回で倒せなかったら2回やれ。よかった。職業的に健脚だったらいい。自分回復系だから。あ、今度レベル12でこれだ。パーティーはどこで見るんだ？仲間、これか。戦力100。自分のをどうやって見るのかね。自分のここでしかダメなのかな。ああ、自分のが強い。のヒメル島に強烈な振動があった。巨大な魔法書が村の中に入ってきたようだ。探してる。はい、あのね、軽い、すごく軽いですね。ちゃんと見ればよかったかな。下のこのバーみたいのがもし動画で入ってるんだったら経験値ですね、そこは。ただもう前半多分ずっと関係ないんでしょうね。どんどん上がっていくんで、これ、もうストーリーを勝手に進めていくだけでレベルは勝手に上がっていってるみたいですね。私は惑星の魂の幻影。あなたが見た魔法書は、私の本体だ。ベルゲ本が人で人が本。上がっていくし、これここ今光ってるのやっていけば、これね、遊んでる最中もなんかね、ダウンロードしてますね。ここ画面左のここ、今ちょっと読み込みずっとしてるみたいで、終わったらなんかアイテムもらえるみたいですね。やろう、これ続きずっと喋ってほしいけどね、前半の方は。暗黒の金魔館を使い、異次元魔王を召喚した者がいる。私はあなたたちに警告しに来たのだ。そうだ漁村は紋章守護者が誕生した場所なのか。この場所を壊してやる。ここは喋ってほしいよ。魔王の力はこれほどまでとは。主席たちがすぐに応援にやってくれ。お、来た。まあ、オートでしょう、ここは。あ、時間一応出てる。あと1分半の間に倒さないとってことかな。OK。あ、これオートになってる。あ、オート、はい。オートでいいんだけどな。頑張ります。やられちゃったよ。オート。あ、オートできない。本当だよ。わかんない間に勝った。曲がちょっとほのぼのとしてるな。ライアンがちょっと弱すぎたな。ライアンが生きてさえいれば、私も息が絶えることはない。キキャラの感じとか好きですけどね。あと軽いし。ちょっと曲が合ってないかもしれない。強大な魔族がピランプに降臨したのに気づいて急いで見に来たんだ。魔王を放ったものをどうにかして見つけ出さないと。お、レベル11。早いな、上がるの。少佐の魔法で真相確かめる。はい。そうだ、院長が因果律魔法を君にかけると、これで再現することができる。ただこの魔法は一つの時空で一度しか放つことができない。つまり君のみが見ることができる。やつだな、ライアン。まあ、やることは、ここクリック、ここをやるだけなんで。学院図書館に何者かが侵入し、金魔館が盗まれた。それを受け、院長は審査項目を金魔館を取り戻すことに変更した。え、ここ分岐するんだ、話が。大胆に。仲間になるんじゃない？さっきの。なんだったっけ。あれ、12じゃなかったっけ？あ、17か。まだまだ。ちょっとライアン、あ、10になってるな。これ装備が10ってことは、レベルも10なのかな。スキルついてるってことは、レベルアップできるってことかな。国士のところに行こう。かなり遠いからこの魔法の絨毯の封印を解いて乗っていくといい。あ、それか。今度15でこれかな。なるほどね。スライドして封印を解く。ああ、なるほど。受け取りたい。不吉なオーラが大地を覆っている。ちょうどよかった。強大な幻獣を捕まえてるのだけど、霧のせいで魔力を集中できないんだ。近くに火種がある。それに火をつければ強力な熱気により霧を散らすことができる。任務って2つあるんですね。任務とチームっていうのがまだできないんだ。レベル15ね。まだ先だ。これ今、他のやってる方でしょうね、出てる。古代の成果に着火できるものはそういない。素晴らしい。フロー姫ですか？ベリー花を持っていけばすぐに話を聞いてくれますよ。あともう1レベルだ。そしたらこれが手に入る。ベリー花を持つ者には死を。え？万、1億1000万、45万ぐらい。これが何に使うのかちょっといまいちよく分かってない。あ、チャージ、初回チャージね。これ課金だね。戦うんだ、結局。オートがいい。強いよ。渾身の一撃。えいえいおー。あいた。強い。勝った？いや、死ぬかとやられてたけどね。急に参戦してきたからびっくりしたよ。なるほど、それであれに変わるのか、レベル15のやつに。ちょっと黄色っぽいやつに変わるんだね。うわー、ラッキーだね。ほらほらほら、用意されてたもん。いや、もう一匹増えるのかと思ったら違うんだ、色が変わった。次が23、ここだな。あと17になったら仲間だったよね、エリック。やることはね、ここをとりあえずクリックしとけばやることは分かるんで、あとまだね、パーティーが自分とこう関係あるの、自分とまあペットじゃないけどついてきてるのは表示されるけど、仲間はこっちなんだね。ここにはずっと表示されないんだね。いや、悪くないですね。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。